はい、こんにちは。酒とロックとの時間大好きなスピーチャーおじさんのライドと申します。ウエストヒトライドでやってます。前ね、生田斗真くんと、清野奈々ちゃん。8月結婚説みたいな感じでなったんですけど、結局2ヶ月ぐらい早まってこの前結婚したんですけど、まあ、たったって言ったら変ですけど、まあ、いっぱい見てますからね。それは、ね、数打ってますから、当たるのも出てきて当たり前なんですけど、まあ、そういうのもあるじゃないですか。なので、また結婚しそうだな、みたいなのを見ようかなと思ってて。で、年内結婚って囁かれてんのが、綾野剛さんなんですよね。佐久間由紀さんっていう方と、2回フライデーされたのかな。で、まあ、2回も取られたってことは、付き合ってる可能性が高いんじゃないかって言われてる2人なんですけど、まあ、果たして結婚はするのかなみたいなところを、相性とかどうなのっていうところをちょっと見てみようかなっていう話です。綾野剛さんは1982年の1月26日生まれで、まあ、前単独で見たんで割愛します。そちらを見てもらえれば。で、佐久間由衣さんは1995年の3月10日生まれ。2013年にファッション誌ビビの専属モデルでデビューしてるんですね。モデルさんなんですね。で、2014年には映画人狼ゲームで、女優活動としてスタートしたと。2015年にはトランジットガールズでドラマ初主演。2019年には隠れビッキーやってましたで、映画初主演と。で、日本のワールも出てたんですね、ドラマでね。そんな佐久間由衣さんの持ってる特性なんですけど、この人はね、自我が強い人ですね。負けず嫌い。だから女優に向いてんですよね。芸能界に向いてる。蹴落としたいっていうところが。で、今年は壁を乗り越えるためにスキルアップの年ってことですね。二人の相性なんですけど、相性はね、あんま良くないんですね、これが。で、佐久間さんの方が立場的にね、強いんですよ。運気的にね、めちゃくちゃ強い。なので、綾野さんがね、抑えつけられるっていうんですかね、圧倒される関係性になりがちってことですね。で、佐久間さんの、性癖は、女王様タイプですね。S です。S の女の子です。で、綾野さんは、あんま低層感がない人ですね。浮気が心配な人って感じかな、ところです。ということで、今回は、結婚しそうな二人。ということで、ちょっと見てみたんですけど、また、リクエストなんかあったらいつでも言ってください。あと、一回なんですけど、チャンネル登録お願いします。いつかこの占いを本人の目の前でやれるまでちょっと頑張りたいので、ぜひぜひお願いします。ということで、また、よろしくお願いします。